ちょっと時間あったからさ、さっき1時間ぐらいあったからゆで卵を作ってきた。ゆで卵今なんか海外に、いや海外に行ってないよ。なんだっけ、今塩水塩水につけてる。でも一個食べたかったからさ、つける前に一個だけ食べちゃった。塩つけて普通に。待てなかった。3時間ぐらい置かないといけないから、ちょっと待てない。なんとなくゆで卵晩ご飯、うん、この後かな。夜ご飯はこのこれ終わって次の枠までの間でかな。うん、夜ご飯は明日の練習もしなきゃ。静か公園の全然終わってない。お前やんなきゃ。あとで明日の配信スケジュールも決めなきゃだな。何時になったら分かるかな。最初明日の次の枠まで分かってたら決めたいけど、夜長めに一枠とかになりそうだな。あんま刻めないかも。夜明日は公園だからね。静か公園だからちょっと明日の夜一枠で1時間とかかも。無理そうだもんな、分けるの二枠に。微妙な気がするから、まあ後で決めよう。まだ分かんない、あの午前中のスケジュールがまだ分かんないから後で決めよう。配信スケジュールまだ決めてないから後で決める。そう、しずく公園明日は。しずくでも一回公園だから、お昼ぐらいまでできる。夕方はできないけど、公演中リハとかやってるなりとかいろいろある。マックも行かなきゃ。確かに。お昼ご飯マック買うから、お昼ご飯を買いに行かないといけない。昼は、明日のお昼はクラコロとビーフシチューパイ。絶対買おう。朝は7時から、朝の何時から配信するかも決めてない、まだ分かんないです。明日のどう配信スケジュールを組むかだな。ちょっとまだ分かんない、何も決めてないから。
明日出る時間によるかな。ユースチューバーね、美味しそう。去年食べて美味しかったから絶対美味しい。朝5時はしないと早いよ。朝5時って何時に起きればいいの。みんなあれだ、4時15分捨て押しだよ。もういいよ、分かんない時間になっちゃう。できるだけやりたくない。だから朝5時は。そう、お昼は決まり。明日のお昼はグラコロとビーフシューパイ。グラコロ、グラコロはちょっと両方食べないと。あの普通のやつと、なんだっけ、毎年出るなんか限定のやつ。グラコロ自体が限定か。今年の、卵のやつも食べたし、あとは普通の方を食べるだけ。朝5時やんないですよ。やんない。やるつもりないです。私朝は。朝5時ってやばくない。時間普通に考えてやりたくないな。朝5時はできるだけ起きる時間とかも考えてさ、朝5時からするってことは5時前に起きないといけない。みんなだったら4時15分に捨て押ししないといけない。やばくない時間。まあしない。だから朝5時は早すぎるよ、そんな時間。できるだけしたくないから朝5時はしないってやりたいけど、起きれない。いや起きようと思えば起きれるけど、4時15分に捨て干しだよ。やばくない？いや普通に考えてさ、もう朝っていうレベルじゃなくない？4時15分って。あれ、できるだけしたくないんだよね。だから明日はさ、どうせそこ5時で発信したとしてさ、多分何時間かけてまたすぐするでしょ。ってこと考えたら、もうしたくないんだよね、朝早くに。いや今日みたいにさ、朝やって次お昼でって感じだったらまだいいけどさ、多分数時間空けてまた始めちゃうから。明日は数時間も空けるか分かんないけど、ちょっと間空けて始める感じになると思うから。だからしたくないな、5時にはって感じ。ワールドカップで4時起きになれた。すごいな、それは無理だ。そんな時間に起きるのならない、無理。相当早くにならないと。無理だ。ここ1年ほど4時起き、やばすぎ。すごいな、できないわ。中期だったら私何時に寝たいかな。もう6時とかさ。18時とか19時とかには寝たいもんね。6時違うか、違う、それ10時間寝てることになるわ。ん、間違えた。8時、20時か。そう、8時間睡眠で考えてた。違うわ、16時はちょっと多いわ。10時間や。20時だ。20時。20時か21時。早い。小学生みたいな。寝る時間。でも10時間寝るんだったら18時したね。8時間寝ようとしても、8時間7時間寝ようとしてもさ。20時とか21時でしょ。早っ。
小学生の時夜9時確かにめちゃ早く寝てた。今じゃ考えられないで、よくあの時間に寝てたなって。無理だな今じゃ。その時間余裕で起きてるわ、9時なんて。あ、42分だ。ランキング読まなきゃ。早いな、時間が。13位から。ランキングを読みます。13位。筋肉愛好家さん、ありがとうございます。12位。グアポアットマーク、群マニアさん、ありがとうございます。11位。まぼろしさん、ありがとうございます。10位アイスカフェアットマークリランチュさん、ありがとうございます。9位 KK3500 さん、ありがとうございます。8位ラクラクさん、ありがとうございます。7位ウドさん、ありがとうございます。6位丸岡優希さん、ありがとうございます。あ、ランキング変わった。13回も変えますね。13位グアパートマーク群マニアさん、ありがとうございます。12位まぼろしさん、ありがとうございます。11位ウドさん、ありがとうございます。10位 KK3500 さん、ありがとうございます。9位アイスカフェアットマークリランチュさん、ありがとうございます。8位ラクラクさん、ありがとうございます。7位ラスカールさん、ありがとうございます。6位丸岡優希さん、ありがとうございます。5位丸さん、ありがとうございます。4位ただちゃんさん、ありがとうございます。3位としのりさん、ありがとうございます。2位クラットマークチームメイト大好きさん、ありがとうございます。とそして1位がグランツアットマーク許可タムズさん、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとう、ありがとうございました。次の配信は20時から。あ、20時0ってなってる。00になってない、今気づいた。テロップ一個ゼロ打ち忘れてる今気づいたもういっか次は20時からです。行こう、打ち忘れてるわ。あれ、私ね打ったと思ったけど打ってなかったみたいミスってた。じゃあそろそろ時間なので、ありがとうございました。また後で、またね、バイバーイ、ありがとうございました。またね。